ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継。今日は宮崎市からの中継です。創作ジュニアミュージカル海幸と山幸が明日あさっての2日間オルブライトホールで開かれます。明日からの公演に向けて準備中の会場に淵上アナウンサーが行っています。淵上さん。はい、今ステージには舞台セットが組まれています。ミュージカル海幸と山幸の舞台でありますオルブライトホールにやってきました。今日はミュージカルの魅力をたっぷりとお伝えしたいと思います。さあ、ここからのご案内は上脇さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのミュージカルの一番の大きな特徴は何でしょうか。はい、若い世代に宮崎市の文化を知ってもらおうと、はい、一般公募によって集められた子どもたちが出演します。そうなんですよね。プロではない、さらにミュージカル未経験の子どもたちも出演しているというのが大きな特徴なんですよね。はい、さあ、気になる内容、どういったミュージカル内容なんでしょうか。はい、海幸と山幸という宮崎の代表的な神話をベースに歌と踊りをふんだんに盛り込んだ、子どもたちの個性を生かしたエンターテインメントとして楽しめる内容となっています。はい、そうなんですよね。そして指導している先生方、どういった方たちなんでしょうか。はい、講師には演出を担当するミュージカルアーツ宮崎の千村先生をはじめ、はい、歌唱指導を宮崎県オペラ協会理事長の泊先生、はい、演技指導を劇団四季出身の坂本先生にお願いしました。本当にそうそうたるメンバー、豪華なプロの方々ですよね。本当に豪華なんですよ。はい、そして今ご紹介がありました、はい、千村先生がですね、はい、舞台監督を務めましたミュージカルに私も昔実は出ていたんですよ。そうなんですよ、昔の写真が出てきました。いや、前に出さないでください。本当に恥ずかしいんですけれども、はいはい、中学1年生の頃出ていまして、はい、また私この時1年ぐらい練習していましたから、うん、振りも覚えてるんですよ。いや、坂いや坂いや坂ね、言ってないのにやるところが好きなんですよ。覚えてないんですよね。さあ、今回の子どもたちもたくさん練習したんでしょうね。そうなんですよ、10ヶ月間もの、はい、練習期間を経て明日の舞台に臨むことになります。たくさん練習したんですね。はい、そんな子どもたちにちょっとお話伺ってみましょう。あ、2人並んでくれています。こんにちは。こんにちは。2人はどんな役で出るんですか。豊玉姫の双子の妹、玉よりと玉光です。本当に息がぴったり、双子のよう。双子ではありません。ないんですよね。私はちなみに村人 C か何かで出てました。そんな二人双子の役ということで、大変な部分って何かありました。いや、合わせるシーンは結構たくさんあったんですけど、うん、やっぱり元から息があってだから結構すぐできました。はい、あ、そうなんですね。2人ともやっぱり息ぴったりなんですね。そして今回たくさんの見どころがあると思うんですが、どこ一番見てほしいですか。それは私たち子どもがたくさん出演するシーンです。うん、はい、今回もちょっと舞台にたくさんの子どもたちに来ていただきました。それではそのワンシーン少しだけご覧いただきましょう。準備をお願いします。さあ、子どもたちが10ヶ月間一生懸命練習したそのワンシーン、少しだけご覧ください。では音楽お願いします。さあ、大変にぎやかな、ね、音楽が流れてきましたけれども、はい、これはどういったシーンなんでしょう。はい、山幸と豊玉姫が急に結婚することになり、はい、みんなが大慌てで式の準備をしているシーンです。本当に大変だ大変だって言ってますからね。大変なんです。大変だったですね。はい、さあ、このワンシーンも出てきます。明日明後日の公演時間を教えてください。はい、明日明後日ともに会場は1時半、はい、開演は2時になります。はい、前売り券は公演前日までご覧のプレイガイドで購入できます。はい、当日券は午後0時半から会場入り口で販売します。はい、子どもたちが一生懸命練習して作り上げた舞台です。ぜひ皆さんご覧ください。見に来てくださいね。見に来てください。見に来てください。